WHO 世界保健機関が新型コロナウイルスの感染拡大についてパンデミックにあたると発表したことを受け、安倍総理大臣は警戒を緩めることなく必要な対策を実行すると強調しました。今後警戒を緩めることなく必要な対策は躊躇なく決断して実行していく、感染の広がりを抑えていくために全力を尽くしていきたいと思います。安倍総理は WHO がパンデミックと表明したことについて、世界的な感染の広がりが続いていることへの判断だろうと述べました。その上で、これまで以上に国際社会と協力しながら対応を強めていきたいと訴えました。政府はクルーズ船への対応などウイルスに関する情報を関係国と共有するほか、入国拒否の対象地域の拡大などについても検討しています。